四縮会本部四縮会は、北家州本門流大本山、修山寺三家の宗教法人。厳密には違うが、北家系神宗教の一派とみなされることもある。四縮会は、本門仏律立の信者であった、海祖大塚美玄によって、1913年に開かれた。日玄は、仏律立の信者として、活発に布教活動を行い、在家信者の身分で、 修山寺の徒弟となり1909年に特土する。だが、事務上の問題で特土屋を批判したことから破門され、寺を出て、四区会を旗揚げした。日元の布教活動は、北家州本門流から認められることとなり、1915年に、起源は創跡を復讐後は、本門流参加で、仏立校とは別個に活動することとなった。百四十七年普立校が、 本門仏立僧として独立した後も州内に泊まり、現在に至る。なお、四宿会の歴代会長は同時に、和山寺幹事と兼務している。俳優、小形健が進行していたことで知られる。海蘇、紀元は、戦後不振を極めていた、東洋大学に、資金援助を行い、自ら名誉学長となるばかりか役員まで送り込んだ。 だが、資金援助が有志なのか寄付なのかで大学側と私宿会が対立し、裁判にまで持ち込まれた。結局、和解の上で私宿会の寄付を原資として、奨学金が設定されている。ありがとうございます。